鉄旅研さんファンタスティックトラベル。今回私は初めて東京の旅を撮影しました。東京メトロ丸ノ内線沿線の桜の名所を巡る旅です。駅ごとに次々と各駅停車で巡ってまいります。ぜひお楽しみください。桜の季節を迎えました。日本全国に桜の名所は数々ありますが、首都東京も数多くの桜の名所を持つ街です。今回東京メトロ丸ノ内線に乗って東京の桜の名所を巡り、皆様にお届けしたいと思います。丸ノ内線は荻窪から新宿、四谷、東京、大手町をこの字型に経由し、池袋に至る約27キロ、28駅の路線です。皇居、旧江戸城の外堀をほぼ4分の3周するこの路線の沿線には、かつて江戸城のお堀、大名屋敷、明治期の皇族の屋敷が立ち並んでいました。戦後、こうした場所に数多くの桜が植えられ、大切に育てられたため、沿線は美しい日本一の桜の名所が駅ごとに連なっているんです。それでは始発駅荻窪駅から桜の名所を訪ねてみたいと思います。出発進行です。荻窪線は1962年に新宿荻窪間が全通、1972年に丸の内線に編入されました。ここ、荻窪の大田黒公園は紅葉の名所として有名ですが、桜の季節も美しい庭園です。ボケの花のこの色がいいですよね。そしてここが、荻窪大谷戸桜緑地です。神田川の支流、善福寺川の上流域に桜の古木が川沿いに花開いています。川ではカルガモが遊んでいます。隣接する地域のマンション開発の際に、さらに若い桜の木が植えられ、桜の花の範囲が広がったんです。バスで荻窪に戻り、春木屋のワンタン麺で腹ごしらえ。荻窪はラーメン激戦区の街でもあります。ラーメンというよりは中華そばといった方がぴったりとくるこの麺とスープ。かつての人気ナンバーワン醤油ラーメン。懐かしい美味しさです。次に、荻窪駅から南阿佐ヶ谷駅に移動しました。東京メトロ02系の100形車両でした。南阿佐ヶ谷駅前にある杉並区役所から杉丸という小型バスで善福寺川緑地に向かいましょう。ここが善福寺川緑地の桜です。善福寺川に沿って伸びる約1キロ以上の桜並木はご覧の通り見応え十分。ここの下流にはさらに和田森公園の桜並木が続き、両方で約700本近い桜が満開の花をたたえて連なります。上野公園同等以上の規模ながら知名度が上野公園に及ばないため、逆に東京桜名所の穴場となっているところです。次に新高円寺を通過し、東高円寺で下車しましょう。東京メトロ2000系で到着です。東高円寺駅の隣にある三市の森公園です。農林水産省三市試験場の跡地が公園となったものです。旧三市試験場の池や桜の古木をそのまま生かしているようです。本数こそ多くないものの、池に横たわる桜の枝ぶりがフォトジェニックです。旧杉並第10小学校跡地が隣接、普段は周辺の子どもたちの遊び場になっています。では次の新中野は通過して、中野坂上の駅の風景をご紹介してから西新宿に向かいましょう。中野坂上駅は今でこそオフィスビルが立ち並ぶ新しい駅なのですが、それ以前はちょっと暗い感じの乗り換え駅だったような気がします。支線である方南町行きは02系の300形の車両、丸の内線の車両基地は方南町の手前の中野富士見町にあります。西新宿駅に到着です。1996年に完成した新しい駅です。西新宿といえば、都庁の真下。都庁の真下にある桜の名所といえば、そう、新宿中央公園です。新宿中央公園には約100本の桜が咲き乱れていました。ソメイヨシノのほか、ピンク色の濃い高遠ヒガンザクラも見ることができます。新宿駅周辺では一番大きな公園なので、花見には数多くの人々が訪れます。目の前には都庁のほか、新宿の高層ビル群が立ち並びます。京王プラザホテル、丹下則隆設計の国運タワーなど、有名建築物ばかりです。その高層ビル群を抜けると新宿駅です。丸の内線の新宿駅もこの地下にあるんです。新宿三丁目駅に到着です。ここにも桜の名所があります。名前に花の文字が入る、そう、あの場所ですよ。花園神社です。丸の内線沿線では数少ない神社の境内型の桜の園です。花園神社は江戸時代から新宿の鎮守の森、現在のこの本殿は1965年に改築されたものです。神社境内型の桜の園らしく、朱色の社とマッチして桜の木々が花園神社の美しい風景を作り出しています。それでは次の新宿御苑前に行きましょう。1879年、現在の宮内庁の管理する新宿植物御苑が開設されて現在に至っています。2000系車両で新宿御苑駅に到着しました。特に総理大臣主催の桜を見る会が開催される場所として有名です。それはここ新宿御苑にそれだけの素晴らしい桜があるということを示しているんです。皇室の植物御苑としての歴史の中で育まれた桜です。一本一本の桜が完璧な姿で見てもらえるように枝ぶりがデザインされています。風景式庭園に巧みに桜がレイアウトされているんです。また桜の品種の数がめちゃくちゃ多いのも、植物園をルーツに持つ新宿御苑の桜の特徴です。陽光、しだれ桜、ウコン、ウゲンソウ、晩春の4月中旬以降が新宿御苑の桜のベストシーズンと言われています。日本庭園エリアの中の桜です。水の流れに沿ってデザインされた回遊式の庭園です。全国には美しい桜の名所がたくさんあります。ただ、種類の多さ、一本一本の枝の美しさ、全体の中での桜の木のレイアウトなどの観点では、ここ新宿御苑の桜は日本一なのではないかと私は感じています。それでは四ツ谷駅に移動しましょう。荻窪から乗車した丸ノ内線はここで初めて地上に出てきます。そしてここのトンネルからまた地下に戻っていきます。左側は旧江戸城の外堀の跡地です。四ツ谷の桜の名所は駅前にある上智大学の横のソフィア通りの桜です。上智大学は江戸時代、徳川御三家の尾張名古屋藩の屋敷があったところです。つまりここの桜は江戸城真田堀の桜なんです。飯田橋から連なる外堀の桜の一部です。現在千代田区は年々老いる桜を再生すべく、千代田区桜基金を創設して、維持管理の継続を図っています。それでは次の赤坂見附駅に行きたいと思います。駅名が示す通り、ここも江戸城の外堀の見附の後にできた駅なんです。外堀の内側は徳川御三家の紀伊和歌山藩の屋敷があったんです。その外堀の石垣の上に数は少ないですが、桜が並んでいます。旧赤プリの敷地の場所です。赤プリの敷地には戦前、旧李王家邸がありました。この桜は戦後、この敷地に植樹された新しい桜なのではないかと私は思います。では、霞ヶ関駅の桜の名所を次にご紹介しましょう。丸の内線出口を上がったところにある日比谷公園の桜です。日本の国の中央官庁が集まる霞ヶ関駅。日比谷公園はそうした省庁に働く皆さんの昼休みのオアシスなんです。日比谷公園の桜はまだまだ数は少ないですし、桜も若い木々が多くて発展途上の名所です。ただ、若木が育った20年後30年後は人気の桜の名所に成長するんじゃないかなと思います。楽しみです。日比谷公園といえばここ松本楼、丸の内線、花見、名所巡りの旅、ここで休憩しましょう。松本楼さんは洋食レストランとしていろんなメニューがあるんですけれども、昔から有名なのはやっぱりこのカレーライス。今日も期待に応えてくれるハヤシとカレーのダブルカレーライスでした。ここからは銀座、東京、大手町と日本を代表する繁華街、ビジネス街が続くのですが、残念ながら花見の名所はこの辺にはありませんので、ちょっと通過したいと思います。お茶の水駅です。お茶の水のここの JR との立体交差は有名な撮影スポットですが、ここに桜の木があるのをご存知でしたか？この桜の木がお茶の水駅の桜の名所ですと、ちょっとこじつけが入ってますが、鉄道ファンにとっては名所なのでご勘弁ください。先ほどの立体交差を通り抜けると、この通りお茶の水駅に入線してくるんです。それでは本郷三丁目駅を通過して後楽園駅に行きたいと思います。この駅名が示す通り、後楽園は徳川御三家水戸藩の屋敷があったところです。後楽園手前でも丸の内線は地上を走っていきます。桜の名所、小石川後楽園です。日本庭園に美しく植栽された桜の木々が満開を迎えていました。枝も日本庭園の池と合わせるため、水面近くを這うように剪定。水戸黄門も見ていたかもしれない庭園を満開の桜で彩ります。こんなに美しい桜の日本庭園がある割には、観応者数は少なく、落ち着いてのんびり桜を眺めることができるんです。それでは次の茗荷谷駅です。茗荷谷といえば有名な桜の名所、播磨坂ですよね。茗荷谷駅も地上駅。ここから終着池袋駅まで再び地下を走ります。播磨坂の桜並木です。ここは毎年桜まつりが行われる会場でもあり、都内の桜の名所の中でも人気度知名度の高いスポットです。播磨坂という名前はもちろん、松平播磨守の屋敷があったところからの命名です。とても江戸東京らしい名前でしょう。そして終点池袋に到着しました。いかがでしたでしょうか。こんなに桜の名所が数珠つなぎになっている路線、他にはないと私は思います。今回のこのビデオの視聴をきっかけに、皆さんも丸の内線に乗ってぜひ東京の桜の名所を巡ってみてください。チャンネル登録にご協力よろしくお願いします。